ドレッド・ノータスは日本の競争馬。主なカチクラは2019年の京都大賞店、2015年の京都二歳ステークス。場名の意味は世界最大の恐竜名。2013年3月9日に北海道阿比町のノーザンファームで誕生。一口場主法人、キャロットクラブより総額5000万円で募集され、ノーザンファーム空港牧場で育成された。 育成中は、精神面に幼さが見られ、順地などでスタッフの手をわずらわせることがあった。ハンニー・ディアデルレー、前、ニー・サン・マルティンよりも小柄だったが、成長に合わせてじっくりと育成され、2歳夏頃に劇的な良化を見せた。立党、矢萩義人旧社に入級し、2015年10月25日の新馬戦で竹豊を背にデビューし、 一番人気に応えて解消する。2戦目の京都2歳ステークスでも、竹豊とのコンビで、高一一層からゴール前で差し切り勝ちを収め、デビューに連勝での重賞勝ちを飾った。2歳児は0戦ロミで休養に入り、3歳となった2016年は、スプリングステークスから始動。しかし、パドックから入れ込みがひどく、7着に終わる。 自前のサツキショーでも息っぷりが悪く、最後はスタミナ切れを起こして15着と大敗した。その後は東京優秀に向かう予定だったが、体調不良のため回避となった。サツキショー以来の休み明けとなったアンドロメダステークスでは結果次第で、虚勢手術が予定されていたが、2着に抗争する。しかし、初ダートとなったベテルギウスステークスではレース前から、 テンションの高さが目立ち、10着と大敗。矢作長教師も、芝、ダートウヌによりも、自分から辞めてしまうのが問題と、気象面の課題を指摘していた。次戦の中山金牌でも10着に敗れ、ついに巨勢手術が施された。千馬となってからは、オープンからの2階級高級となった稲村が先特別こそ勝利したものの、準オープンで1年以上勝ちきれない競馬が続いた。 しかし、2018年に入ってからは、堅実な成績が続くようになり、旧社スタッフからも、虚勢してから、落ち着きが出て崩れなくなった。気持ち一つでと復活を期待されていた。そして同年9月、レインボーステークスをサンバ審査で逃げ切って、オープン復帰を果たすと、次戦のアンドロメダステークスも好意抜け出しで制して、コバオープン戦初勝利を挙げた。 その後はしばらく大敗が続いたが、2019年夏の北海道開催では3層連続で掲示板に入り、復調の兆しを見せる。迎えた京都大賞店では11番人気の低評価だったが、3番鉄位層から先行するダンビュライトを交わして抜け出し、約4年ぶり2度目の重賞制覇を果たした。2020年9月13日。 放牧先のノーザンファームしがらきで戦通を発症。超年点の疑いがあったため手術を行ったが、回復せず、9月16日に安楽死の措置が取られた。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。